中国、韓国のそれぞれの国のリーダーに出してですね、直接ご説明したいという考えでいいですか。ぜひですね、この気持ちを直接説明をしたいと思います。戦後多くの首相は靖国神社に参拝をしています。吉田茂総理もそうでありました。近年でも中曽根総理、あるいはその前の大平総理もそうでした。そしてまた、橋本総理も小泉総理もそうでしたが、すべての靖国神社に参拝をした総理は中国、韓国と友好関係をさらに築いていきたい、そう願っていました。日中関係、そして日韓関係は大切な関係であり、この関係を確固たるものにしていくことこそ日本の国益だと、そうなさん信念として持っておられた。そのことも含めてですね、説明をさせていただく機会があれば本当にありがたいと思っています。それ最後に2年後3年後今後もですね、靖国神社には定期的に参拝されたいという考えはありますでしょうか。今後のことについてですね、この場で、お話をすることは差し控えさせていただきたいと思います。私は第一次安倍政権の任期中に靖国神社に参拝できなかったことは痛恨の極みだとこのように申し上げてまいりました。それは総裁選においても、あるいは衆議院選挙の時においてもそう述べてまいりました。その上で私は総裁に選出をされ、そして総理大臣となったわけでございます。私はこれからもですね、私の参拝の意味について理解をしていただくための努力を重ねていきたいと思います。総理、多くの先般の方が祀られていますが、戦争指導者の最初の責任に関してはどのように考えるでしょうか。それは今までも累次国会で述べてきた通りであります。我々は過去の反省の上に立って、戦後しっかりと人権を、基本的人権を守り、そして民主主義、そして自由な日本を作ってまいりました。そして今やその中において世界の平和に貢献をしているわけでございます。今後もその歩みにはいささかも変わりがないということは重ねて申し上げておきたいと思います。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。